はい、どうも、長月です。バイオハザード RE2 続きをやっていきましょう。なんでこんな片言かっていうと、まだどん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 聞こえるからです。ああ、もう。今回目指すのとはね、もう怖さで、怖さで。今回目指すのはですね、東側オフィスのこの警備室を抜けて、ここから降ります。で、またここから下に行きまして、ここです。ここに行きます。途中で死んだら結構まだ巻き戻ります。時計塔を未攻略前まで巻き戻るよ。そのため今回は武器いっぱいです。あそこにね、特注部品はめたらゾンビいっぱい出てくるんでしょ？知ってる知ってる。でも、閃光手榴弾がいい感じになる気がするんですよね。上から追っかけられてるな。うわ、目の前！ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、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 お兄さん、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、お兄さん、ちょっと待って、お兄さん、マジで待って。今のあったら俺発狂しちゃう。発狂2回目しちゃう。2回目の発狂しちゃう。はい、ぐる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 
あ、そう、外してる、外してるさっきから。よし、いるんだ。逃げるよー。まだ はいはい、そこに何かがいるのは知ってるよ。無視。なんかいるな。うわ、マジかよ。弾はまあ、うーん、まあショットハンドガンはいいでしょう。行こう。さて、今度はワンワンでしょ、どうせ。ワンワンがいっぱいいるんでしょ、まだ。ワンワンがいるんでしょ。ワンワン、ワンワンいない？ワンワンいない？知ってるんだ、その。駐車場の中身のエリアに3匹ぐらい放たれてるの私知ってるんだ。走り抜けよう、頑張って。こっちはまだ開いてないんだよね。もうワンワンとかやめてよー。あとは一匹やったから、あとは走り抜ける、走り抜けるよ、走り抜ける。間に合い、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 ああ、間に合った。お、嘘だろ、入ってくんなあいつ。入ってこなさそうだな。知ってるよ、ここ開けたらまたいっぱい入ってくるんでしょ。知ってる知ってる。はい、やめまーす。あ、なるほど、ここからパズルゲームですね。
どうすりゃいいんだ？これを通って、多分最終的に紫につなげればいいはずだから、これはこうか。違うな。ここじゃないね。こうやって、はい、いった。ここは開いたね。もし襲いかかってこない。大丈夫？大丈夫？インタビュー記録。まあ先ほどの音声が流れた内容ですね。出てきましたね。キーワード、 G ウイルス。駐車場のキーカード。ほい。何探ってるんだ。ベンのメモ。警察署はもう化け物だらけだ。忌々しいうなり声がここまで響いてくる。だが俺が恐れてるのはゾンビなんかじゃない。コードネーム、タイランド。奴らが極秘に開発した究極の生物兵器だ。まさかあんなものまで出してくるとは。おそらく奴に下された命令は、後に証人となるものの抹殺。ラクーンシティ内で生き残っている人間を全て殺せ、っていう命令なんですよね。はあ、知ってるよ。もう使った方がいいな。今回は諦めましょう、ショットガンは。あ、違う。手榴弾があるじゃない。手榴弾素晴らしい。手榴弾素晴らしいわ。まだいるよ。わあ、起き上がってきやがった。いっぱいいるなぁ。いっぱい起き上がるなぁ。アイテムある？アイテムある？あ、もうないんだ、何も。じゃあ逃げる一手だな。こっち行くと反対側に出るんですね。嘘だろ、お前。いい加減にしてくれ。ここに行けばいいんですね。うわっ。
加減にして。これであなたを二度救ったわ。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃないの。おい、マジか。死なない奴ばかりね。カードキーは持ってる。これもね。その内容を説明してくれ。それは私が聞いてから。ここを出ましょう。エイダさん、さすがっす。さすがっす、エイダさん。こっち行かなくていいよね、もう。うん。でもまあ、まだハートのカードキー持ってないしな。使いましたね、弾を。ショットガンが残ってるのが救いだな。目的の情報はそれか。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。この混乱を招いた責任者について。それであなたは世界でも救いに行くの。警部補との約束だ。助けを呼ぶ。うまくいくといいわね。エイダとの共闘じゃないんだろうけど、まあ見覚えがあるところに来たな。ここまでね。あのガンショップを通るしかなさそうね。ひどいありさま。弾とかないかな。あ、あるんだね。そういうアイテム系があるんだね。うわ、これはショットガンのパーツか。あー、大きくなっちゃった。まあいいや。ロングバレルだからちょっと射程が長くなりましたね。あ、手榴弾ありがて。手榴弾は使えることが分かりましたからね。終わった？まだあるね。ハンドガンの弾。ありがたや、ありがたや。まだある？あ、もう終わった。動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て行け。その子、症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃を捨てて。よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エマ、そこを出るなと言ったろ。パパ。ああ、ここにいる。パパだ。いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな。あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。
なあ、俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には真実を知る権利がある。違うか？何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。本格的にストーリーが始まりましたね。で、まあこの奥はいけないんだろうね。お悔やみ申し上げます。で、基本的なものはもう持ったね。入れ替えてかな。よし。いや違うかな、やっぱり。はい、行きましょうか。アンブレラ社を知ってるわね。アンブレラは密かに生物兵器を研究してた。恐ろしいウイルスよ。人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。だからアネット・バーキンを追ってるの。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。彼女を見つけて捕らえる。アネットはこの先にいる。なるほど、下水道か。そうよ。お先にどうぞ。ああ、どうも。下水道ね。行きたくないな。いるんでしょ、奴が。下水道と、バイオ2、下水道といえば、奴でしょ。科学者がこんなところにいるのか。本部の情報によれば、ここはアンブレラの施設。なんかあるね。おいおい、下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える。企業国家アメリカへようこそ。アンブレラは長年ラクーンシティを牛耳ってきた。なるほどね。アイテムがどっかにあるはずなんだけどな。実際一つの企業が街を牛耳ってることってあり得るんですかね。いやでもまあ結構多大に税金を納めたりして半ば牛耳ってるみたいなところはあるんでしょうけれど。おお、なんだよ今のは。地震か。そうだといいんだけど。
アイテム、玉、玉玉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 玉、はい、玉なくなった。なんだあれは。いたねー、そんなんいたねー、思い出したわ、いたわそんなん。あれこっちじゃない、あこっちじゃないね、こっちか。そうか、ここまで来たか。インクリボンとかないんですね。またインクリボンとかないんですか。そっか。はい、ではちょうどいい時間やってると思いますので、ここで一旦仕切ろうと思います。いや、なんかでかいの見えましたね。ズルズルって、でかい尻尾持ったズルズルってね。いや、タイラント終わったら次はあいつか。はい、皆さんお疲れ様でした。どうも長月でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画のグッド評価をお願いします。